Hey everybody, and welcome back to Curiosity Plus. Today we're watching Attack on Titan Season 3, Episode 6. The episode is titled Sin. I just finished watching the last episode, so let's just get to watching. Okitano, more squishy symbols than eh? Taijobakara, Satashino Tosa, Koremademo Korekaramo, Konokabeni Nokosareta, Jinu Subete no Mikatano, Watashtachini Vakokai Gatanayo. Historia.あとは私から説明しよう。Where the heck are they? この壁、なんだ？うっすら光ってる。お父さん、エレンに説明を。ああ、そのつもりだ。だが一つ試してみようと思ってな。こうすれば彼は思い出すかもしれない。俺の見たものじゃない。違う、誰の記憶だこの鍵。これはまさか。いつも他の人を思いやっている優しい子だからね。ヒストリアもこの子みたいになってね。私、大きくなったらお姉ちゃんみたいになれるかな。いいよ、いいよ、いいよ、そのままでいいよ。ごめんね、ヒストリア。もう時間になっちゃった。今日も私のことは忘れてね。また会う日まで。あの女の人、誰？どうした、ヒストリア。なんで今まで忘れてたんだろう。私にはあのお姉さんがいた。私に本を、読み書きを教えてくれた。優しくしてくれた。あの人のことを忘れるなんて。その子が長い黒髪の若い女性であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス、お前の腹違いの姉だ。フリーダお姉さんは今どこにいるの？会ってお礼が言いたいの。フリーダはもうこの世にはいない。私には5人の子供がいた。しかし妻も、フリーダを含む子供たちも全員5年前ここで彼の父親グリシャ・イエーガーに殺されたのだ。グリシャは巨人の力を持つ者だった。目的はレイス家が持つある力を奪うこと。フリーダの中に宿る巨人の力だった。フリーダの巨人は全ての巨人の頂点に立つ存在だが、それを使いこなすにはまだ経験が足りなかったようだ。フリーダは進化を発揮することなくグリシャに食われ、力は奪われてしまった。14歳のディルクと12歳のエーベルを叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えた妻ごと踏みつけ、最後は長男のウルクリンを握りつぶした。くしくもその場から生き残ったのは私だけだった。おい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 、何のんびりくっしゃべってんだあんたら。調査兵団がクーデターを企てて全兵団が寝返った。王様は偽物だってバレちまったし、お偉方も全員逮捕された。これからは一切の食事を下から摂取していただくことになっております。また着用できる衣服は膝から下のものまでとします。美しい。これ以上の芸術作品は存在しえないでしょう。そしてあなた方が虐げた民の前でそのお姿を晒して、ようやくこの作品は完成を迎えるのです。よく祝い見てろよ。お前は
すぐに記憶を失い、肺炎がしかさせるわ。また同じ脅し文句を垂れたな。他のやつはないのか。わかったか、切り裂きケニーだ。しかし一緒に暮らしていて、それしか切り裂きケニーの情報がないってどういうことだよ、リヴァイ。悪いな、やつのフルネームも知ったばかりだ。ケニー・アッカーマンって名前らしいが、お前の親戚だったりしてな。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことがあるか？あります。ペニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみたいな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。あった。エレンも敵もこの奥だろう。私が予想した通りの地形だといいんだが。わざわざ寄り道して手土産用意した甲斐があればな。敵は少なくとも7人以上、その中には当然リヴァイが含まれる。知っての通り、リヴァイは完全な奇襲を受けた上で我々の仲間を12人も葬った。鼻一個ない敵がいて、いつ壁を破って私たちを滅ぼしに来るかわからない。私たちが憲兵を選んだのも、中央憲兵を志望しケニーの元に着いたのも、そんな無意味な世界と無意味な人生に意味を見出すためならば、最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すっていうケニーの夢を。し、準備整いました。そうか、それでお前ら手を汚す覚悟の方はどうだ。Alright, so that was episode 6. It was actually pretty good. Well, it was decent. In this episode, we see that Eren is kind of like in some crystal type cavern. It's under a church somewhere. We basically see that the royal family, the Reese, I think is how you pronounce it, they have the ability to wipe people's memories. And in this episode, we also saw that Eren's dad was originally a Titan, and he went and killed like the whole Reese family except for Astoria's father. And we see that Eren is the one who ate him, and that's how Eren got his Titan powers. Anyways, and we ended the episode off with the Levi squad getting ready to go down in the cavern. So yeah, anyways, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.